昨日の午後のあの豪雨、病院からの帰り道、あるうちの大小数枚の布団が干したままになっていて、いやー大変だこりゃ。見ると小さいのはですね、絵柄からして子供用、目撃したわけですね。布団はもう濡れてるなんてもんじゃなくて、水を吸ってパンパンに膨らみ全滅状態でした。留守中らしく取り込む気配もなく、もしかして雨で濡らした冷たい布団を、どうしたのかな。昨夜あの家の家族はどうやって寝たんでしょうね。ファイルをロックしました。